はい、皆さんこんにちは。というわけでですね、今年もやってまいりました。この季節が、2023年ベスト10キックス、ベスト10スニーカーズの季節がやってまいりました。はい、というわけで、実はね、下にね、全部並べてあるんですけど、はい、それが映らないようにこう絶妙なところで撮ってます。はい、というわけで、今年はですね、今年はかなりこう変化に富んだ一年だったと思います。というか、まあ、自分のね、購入するその思考的な意味で結構変化に富んだ1年だったなと思っておりますので、ちょっとね、結構意外なランキングになってるんじゃないかなと思うんで、楽しみにしていただければなと思います。それでは早速ご覧ください、どうぞ。はい、それでは早速第10位いってみましょう。10位はこちら、ダーンと、はい、オークリーザファクトリーチームのチョップソーですね。まあもう本当、これも動画の中で言ってた通り、やっぱこのオークリーと、このブレインデッドのコラボラインですね、の、オークリーファクトリーチーム、なんですけど、これのスニーカー一足欲しいなと思ってて、で、まあこのチョップソーってやつか、サンダルみたいな、モデルが欲しいなとずっと思ってたんですけど、まあこのタイミングでね、チョップソーのこのいいカラーが出たんで購入しました。まあもうね、これ動画で説明してる通り、めちゃめちゃごつくて重いんですけど、なんかね、本当見た目が良すぎて、もう本当、壺に入りすぎて、もう本当その重さとか、硬さっつうか、ごつさも、もうほんと、愛せるポイントになってます。はい。これもね、もうかなりよく履いてて、ね、結構汚れてきちゃったんですけど、はい。まだまだね、ガシガシ履いて、味出していきたい一足でございます。というわけで、今年10位は1足目。まずはこちらの、オークリーファクトリーチームのチョップソーでした。はい。じゃあ、2足目ですね。第9位の1足はこちらになります。ダーンと。はい。ミズのビューティフルピープルの、ウェーブプロフェシーですね。もうこれほんと Vlog の動画で出してたかな、某ファミリーセールに行って、購入した一足なんですけど、もうずっと気になっててほしいなと思ってたけど、値段がなと思ってたスニーカーがなんと半額というところでね、まあ1万円台、まあ2万円弱ぐらいだったら、もうこの値段なら買うしかないだろうというところで、購入した一足になります。ウェーブプロフェシー自体は、レギュラーのモデル一足すでに持ってて、まあ履き心地もすごい、好きでハマってたんで、まあ本当ドンピシャの一足でございます。まさに本当この、ブランドコラボらしい色使いだったり、素材使いだったり、もうシェイプだったり、もう完璧っすね。それでいて、このウェーブプロフェシーの履き心地っていうところがね、もう、たまんない一足です。これも結構、もう数回履きましたね。うん。まあね、これ本当超おすすめです。はい。もう大好きな一足になってます。はい。というわけで、今年の9位は、ミズのビューティフルピープルコラボの、ウェーブプロフェシーでした。はい。それでは第8位、いってみましょう。第8位の一足がこちら。ダーンと、はい。ナイキ・ジャックムスコラボの、J フォース1のブラックですね。もう本当これも、僕のね、結構思い入れの強い、コンシダードっていうラインのね、スニーカーをこうちょっとオマージュじゃないですけど、またこう、コンシダードのソールをまた引っ張り出してきて作った、このデザインにね、もう本当一撃でやられまして、はい、購入した一足になります。これもね、まあ、大きめのサイズ買ったっていうこともあって、結構ね、ゆったり履けてね、めっちゃ楽なんですよ。まあ、ちょっとソールそんなに厚いスニーカーじゃないんで、あんまりそのがっつり、一日長時間歩いたりとかそういうのは、きついなっていう靴ではあるんですが、まあそういうところも愛せる一足です。はい。まあ、ていうかそんな、このコンシダードのソールが薄くて、そんなにこう、クッション性がないってことぐらい、とっくに知ってたんでね。はい。そんなもん承知の上で購入してるんで、はい。もうほんとこのルックスと、このワンポイントのね、シルバーの数字もいいじゃないですか。僕あんまりジュエルスイッシュとかあんま好きじゃないんですけど、なんかこれは、うまくまとまってるなと、さすがこう、ブランドさんらしい、うん、センスが光ってる一足かなと思います。はい。というわけで、今年の第8位は、ナイキ・ジャックムスコラボの、J フォース1のブラックでした。はい。それでは第7位。第7位行ってみましょう。第7位のスニーカーはこちら。ダンと、はい。サロモン RX モックのブラウンですね。まあ、今年ハマり倒したサロモンから、早くも一足っていう感じなんですけど、まあ、このスニーカーも、ふと入ったビリーズで、安くなってるのを見つけて購入したんですけど、まあ、履きやすい。まあ、楽で軽くて。履きやすくて持ち運びがしやすくって言ってもう最高の一足ですね。これ結構出張の時とかにカバンにくしゃくしゃっと丸めて、忍ばせていったりして、で革靴で足疲れたり、大体ね出張の時って客先行くんで、革靴を履くことがあるんですけど、まあ革靴って言ってもレザースニーカーなんですけどね、まあ革のスニーカー履いて疲れた足を休ませるのでもう本当最高の一足ですね。はい。で帰りは、これで履いて新幹線なり飛行機乗って帰るっていうのでよくやってます。はい。もう通気性も良くて歩き心地も良くてもう本当最高の一足です。まあ結構ね来年の夏とかにもガンガン活躍してくれるんじゃないかなという一足になっております。はい。
というわけで、第7位は、サロモンの RX モックでした。はい、それでは第6位いってみましょう。第6位のスニーカーはこちら。ダンと、はい。ホカクリフトン LS だっけの、ホカのクリフトンのレザーのアッパーのタイプの一足です。な、ベージュですね。はい、もうほんとね、ホカも今更ながら初体験今年、したんですけど、まあね、ほんと、こら流行るわっていう感じの、はい、適度なボリューム感と、あとまあ僕こういう厚底のランニングシューズ、まあ、ナイキとかでいろいろ履いてきましたけど、あんまりこう、グッとくるものがなかったというか、あんまりこう、合うのがないなぁとは思ってたんですけど、ホカはね、全然違いますね。なんか、こう、同じような感じだ、なんだろうなと思ってたんですけど、全然違ったっすね。他のこのクッション性が絶妙で、もうマジこれずっと歩いてても全然足疲れなくって。うん、秋ぐらい、夏ぐらいかなに、大阪旅行行って、もう一日中歩き回って最後夜、オールスタンディングのライブ見るみたいな、めちゃくちゃなツアースケジュールを組んだ、旅行があったんですけど、その時にもね、こいつ入ってたら全然足疲れなくって、もうね、これじゃなかったらこれ一日されなかったなと。思う一足ですね。はい、もうおじさんになってくると膝から腰までこう響いてくるんでね、薄いスニーカーとか履き続けてると、うん、なのでね、まあそういう意味でもね、本当めちゃくちゃいいスニーカーだなと、もう来年もう一足なんか他買いたいなと思っているぐらいの一足ですね。はい、というわけで、今年の6位は、他、クリフトン LS でした。はい、それでは後半戦入っていきましょう。後半戦一足目第5位のスニーカーはこちら。バーンと、はい、ナイキエアシップのグレーですね。あ、まあ白グレーですね。まあ本当これはまだ実は履いてないんですけど、アトモスさんのねイベントご招待いただいて、で購入させていただいた一足にはなるんですけれども、まあね、やっぱねめっちゃかっこいいんですよ。なんていうのかな、エアシップっつったらやっぱもう本当伝説の一足というか幻の一足っていうイメージがあるもので、まあそれのね、まあ限りなくオリジナルに近い、まあオリジナルとはちょっと違うんですけど、ディテールとかいろいろ違うんですけど、限りなくオリジナルに近くて、かつジョーダンも入ってたこのカラーっていうところで、うん、もう僕が購入するときグレー一択だなと思って購入したんですけど、はい。いやもう本当なんかその、ジョーダンとか、ナイキのスニーカーとかを、好きでいる上で、もう欠かせない一足なんじゃないかなと思ってます。このスニーカーを体験しておくっていうのは、うん。まあ、やっぱその、ヴィンテージとかはね、もう履ける状態じゃなかったりとか、そもそも手に入らなかったりっていうところがあるんで、まあ、こういう新品でね、綺麗な状態でエアシップを履けるっていうのはとても幸せなことだなと思って、おります。はい。いい加減この冬には下ろします。はい。そんな感じで、第5位は、ナイキエアシップでした。後半戦2足目の第4位。第4位はこちら。ダーンと、はい。サロモン XT6 ですね。もう今年ハマり倒したサロモンから、まあこの代表的な一足って感じですね。もうこの一足を買ってから、サロモンハマって、まあ、今年今3足ですかね。買いました。はい。XT6 エクスパンスと、さっき出てきた RX モックとね。はい。まあ、ほんとこれはね、これカラーリングをさることながら、もうこの XT6 のデザイン性と、あと履き心地、もうたまんなくいいですね。さっきの他とは全然違う感じなんですよ。他みたいにその舗装された道を走る用のスニーカーがベースじゃないんで、これってやっぱオフロードランニングがトレイルランニングがベースのシューズなんで、まあソールとかも結構こうしっかりと固めで、もう全然こうブレないような感じになってて、でクッションもそんなに柔らかくないんですけど、それなんだけど、なんていうのかな、こう腰とか体に響かないクッショニングをしてて、なんかね、めちゃくちゃ歩きやすいんですよ。これも延々歩けるかなっていう一足ですね。で、アッパーも柔らかくて、重量も軽くて、もうほんと最高の一足です。もう来年ももう一足買いたい。今度は黒ベース系のやつがね、欲しいなと思っております。そんなわけで、第4位は、サロモン XT6 でした。はい、それではついに、ベスト3というところになってきます。はい、ベスト3、一足目第3位はこちら。なんと、はい。プーマベロファシスの、ホワイトとブラックのカラーですね。ベロファシスなんとかです。はい。の、ホワイトですね。もうほんとこのベロファシスってモデル、最初に発売されたブラックのカラーが欲しくて、待ってたんですけど、ブラックね、三田スニーカーズにまで朝並びに行ったんですけど、オンラインで完売ということで買えなかったっていう、とても悲しいエピソードがあったスニーカーだったんですけど、まあでもね、その後に、まあブラックも再販されたりしてたんですけど、このカラーがね、発売されて、こっちの方がかっこよくないと思いまして、僕はこっちを速攻で買ったんですけど、まあね、ほんとこれもね、このごつい見た目、なんかちょっとこう、ラグジュアリーブランドのスニーカーみたいな、うん、感じさえある、このデカめのはみ出したソールと、このゴテゴテしたディテール。これを持っておきながら、やっぱプーマらしさ、そのスポーツブランドらしく、軽くて歩きやすいっていう、ね、もう、
これ理想のスニーカーなんじゃないかなとトレンドとかそういう面を考えて理想的なスニーカーじゃないかなと思ってます。はい、でまあ色使いとかもすごい絶妙だし、このパーツ使いもね僕すごい好きなんですよ。このシルバーとかこの半透明の乳白色のプラパーツ入れてるとことか、あとこのメッシュの感じとかね、もうたまんなく好きで、これもめちゃめちゃ履いてますね。はい、これも本当さすがプーマっていう、プーマのハイテクシューズって感じで、歩いてても疲れないし軽くて履きやすいしね、もう本当最高の一足です。はい、これカラーもねいっぱい出てるんで、ぜひこういうちょっとごつめのスニーカー探してる方はぜひおすすめしたい一足ですね。はい、というわけで、今年の第3位は、プーマベロファシスでした。はい、それでは第2位ですね。第2位のスニーカーはこちら、ダンと、はい、エアズームフライト95ですね。ナイキのエアズームフライト95の赤目です。はい、まあこれ本当は発売されたの去年なんですけど、僕の手元に届いてレビューしたのが今年ってことで、今年に入れさせてもらってました。はい、いやもう本当でもね、これはね入るでしょっていう感じっすよね。うん、やっぱ僕らの世代からするとズームフライト95ってすごい憧れのスニーカーなので、うん、まあその憧れてたスニーカーが、まあ、ほぼほぼこれもオリジナルと遜色ない出来の復刻からと思いますし、はい、なんかで、ね、時々この辺がなんか謎にチェックになってたりとか、無駄なことしてくる時あるんですけど、今回はそういうこともなく、ほぼほぼ近い形で復刻してくれて本当にありがとうございますって感じなんですけど、当時ね先輩がこれのコーンとか入ってて、めっちゃ怖い先輩がコーンとか入ってて、ズーム95なんて金貯めても買えないなって思ってた、悔しい一足、そして憧れ続けた一足がこう手元にあるっていう、ね、もう本当めちゃめちゃ嬉しいです。そしてかつズームフライトシリーズって本当軽くて履きやすいスニーカーで、まあ、ズームウェアのプニプニした食感とかも僕はすごく好きなので、うん、これもね結構入ってますね。はい、なかなか今年こういう、まあ、90年代バッシュみたいな今年買わなかったんで、うん、そういう意味でも、このズームフライトは僕の今年買った中でも結構印象に強い、一足になったかなと思います。はい、これからも大事にしていきたい一足でございます。はい、というわけで、今年の第2位はズームフライト95の赤目玉でした。はい、そして今年の栄えある第1位のスニーカーはこちらです。ダーンと、はい、ミズノノンネイティブコラボのウェーブ無人ですね。ウェーブ無人 GTX ですね。いやもうね今年はマジでこれが一番好きです。はい、もう大好きな一足、もうルックス、機能性、履き心地、もうカラーリング全部好き。もう本当なんかね、こう嫌いなところが一点もない、あここがなっていうところが本当に一個もないスニーカーです。はい、僕にとってはね、うん、まあ強いて言うとニットなんで、めっちゃニットなんで夏履けないそこぐらいで、本当にね超履いてて快適で楽ちんで、でそれでいてこれね実はこんな見た目でゴアテックスっていうところで、雨降ってきても安心っていうところがね最高っすね。でこのハイテクな、ウェーブ無人のね基本的な、パーツ使ってるんで、ウェーブ無人のソールっていうところで、これがまたねクッションが柔らかくて履きやすい、このウェーブ、水のウェーブがね最高なんですよ。足は疲れないしね、でも冬なんかあったかいしね、うん、もうほんと火の打ちどころがない一足っすね。これはマジで3万ぐらいしましたけど、3万ぐらいするし、朝一並んで買いに行きましたけど、雨の中ね、もういった価値あったなっていう一足っすね。これまたねこのグレーの色味が良くてね、服にも合わせやすくてね使いやすいんですわ。この前ブラックも出ましたけど、ちょっとブラックはそんなにこうグッとこなかったんで、ブラックはスルーしたんですけど、はい、もうほんとこのグレーがね今年はこれっすね。はい、もうほんと最高の一足、うん、嬉しい、これはね本当にめちゃめちゃ嬉しいです。はい、そんな感じで、今年の第1位、個人的にはもうぶっちぎりの1位がこちらの、水のウェブ無人でした。はい、はい、というわけで、今年のベスト10ね、今年も無事やることができました。はい、頂点に君臨したのはこちらの、水のノンネイティブコラボのウェブ無人でした。いやもうほんとね今年はなんかいろいろこう、なんか買うスニーカーの幅がね、まあいろいろこうでかいトピックがあったじゃないですか。やっぱナイキの大幅値上げですよね。あれがあったおかげでやっぱちょっとねナイキ買う欲があんまり上がんなくなりましたね。うん、でかつまあそもそも僕はやっぱオリジナルカラーとかを好んで買うタイプなんで、あんまりそういうっぽい好みのスニーカーがあんまり出なかったなっていうところがある年でしたね。うん、まあなんかロイヤルの制度とかも出ましたけど、あんまりこうグッとこないというか、うん、だったんで、まあこういう時はね今まで試してこなかった、試してみたいなと思ってスニーカーを買うっていうのをねこれまでやってきたんで、まあそういうのがよく出た1年じゃないかなと思います。はい、チョップソーとか、他のクリフトンとかね、サロモンとかミズノとか、ミズノが2足入ってますからね今年ね、うん、かなりね
まあなんかこうバラエティに富んでいろいろ変えた年だったんで、なんかこう自分の中のスニーカーの引き出しがすごい広がった1年だったんじゃないかなと思います。はい、まあこういう時はね、どれも本当でもいいスニーカーで、うん、まあジョーダン1とかダンクとかもまあ買ってますけど、適度にはね、うん、だけど、あ、そうそう、違う、ジョーダン1買ってない。今年ね、気づいたんですけど、僕この動画を YouTube チャンネル始めてから初めてナンバーシリーズのジョーダン1足も買ってないんですよ。すごくないですか。ジョーダン1とかまあ6とか5とか、まあその辺のナンバーシリーズ結構毎回、5は買ってないか、6とか4とかね、買ってたんですけど、今年はね一足も買ってないですね。ジョーダン1含め、ロー、ハイ、ミッド含めね、うん、こんな年がまさか来るとは思わなかったですね。うん、グッと来る、まあ2万6000出してでも欲しいなっていう、ジョーダン1がなかったっていうのが正直なところで、うん、まあ2万6000だったらいいかってなっちゃうモデル、昔の1万7000だったら買ってたかなみたいなのは結構あるんですけど、うん、まあまあまあ、まあ、それはね時代の流れですんで、物価がかかったんなら給料上げていこうぜっていうことでね、はい、仕事頑張りたいと思います。はい、でもなんか単価は上がった気がするな、それぞれのな、うん、まあそんな気がしますけど、はい、まあ物価が上がりました、靴高くなりました、もう買えねえようになるんじゃなくて、ちょっとね仕事頑張って、自分の給料、自分の生活レベルを上げていこうという努力をねする、2024年にしたいなと思います。どんなんやねんっていう話ですけど、はい、まあでも円高も落ち着いてきたんで、少しまたちょっと変わってくるんかなという、円高じゃねえや、円安も落ち着いてね、ちょっと円高傾向になってきたんで、うん、ちょっとまた変わってくるんかなっていう気はしますけどね。まあまあでも、いきなりこう前みたいな、ジョーダン1が1万7000円の時代に戻ることはないと思うんで、うん、まあまあそういうところもね含めていろいろ見守っていければなと思います。まあ時代は変化するものですんでね、昔はこうだったとかそういうのにとらわれてたらね、一生前進まないんで、ただ自分が老いていくだけなんでね、そうはなりたくないなと常々思ってますね。はい、そんなわけでね、来年もいろいろ、まあその時代に身を任せつつ、楽しんでいければいいかなと思います。はい、皆さんのね、2023年はいかがだったでしょうか。僕はねいろいろチャレンジできて楽しい1年だったかと思います。はい、来年もねまた皆さんの、スニーカーライフが良きものとなりますようお祈り申し上げますとともに、2023年最後のご挨拶をさせていただければと思います。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。ご意見ご感想ご質問等ございましたら、下のコメント欄の方までお気軽にお寄せください。というわけで、2023年もありがとうございました。今年はね、今度は11月29日まで10周年イヤーとしてなんかいろいろ企画もやっていきたいなと思ってますんで、はい、その際にぜひ、ご覧いただければなと思います。というわけでまたお会いいたしましょう。良いお年をお迎えください。ピース。バイバーイ。